おはようございます。12月6日金曜日の東京インフォメーションです。都は23区と八王子市、町田市と協力して食品衛生歳末一斉監視を実施しています。この一斉監視はノロウイルス食中毒が多発しやすい歳末期の食の安全確保のために行っています。今月30日までの期間中、集団給食施設や飲食店、製造業、販売業などの施設を対象に立ち入り検査や表示検査、食品の抜き取り検査などを実施しています。重点的に行っているのは老人ホームなどの集団給食施設に対する食中毒対策の監視指導、クリスマスケーキなど短期間に大量に作られる食品を中心にした法に違反する不良食品をなくすための検査、東京2020大会に向けた宿泊施設の調理場や飲食店などに対する監視指導などです。一斉監視の結果は今月下旬に速報で公表する予定です。都はインスタグラムとの共同キャンペーンを実施しています。マイ東京イズと名付けられたこのキャンペーンは、国内外から訪れる人たちに東京の魅力を発信する取り組み、東京東京オールドミーツニューの一環として行われています。あなたのとっておきの東京を写真や動画、ストーリーズでシェアしてください。期間は来月10日金曜日までです。集まった投稿の中から国内外に発信したい東京の景色として選ばれたものは、来年3月銀座蔦屋書店銀座アトリウムで展示されるほか、ホームページで紹介されます。さらに来年東京を訪れる旅行者に配布されるオリジナルブックにも掲載されます。来年1月から3月にかけて都民芸術フェスティバルが開催されます。都民芸術フェスティバルは舞台芸術や伝統芸能を身近に感じてもらえるように、入場料を低くするなどより鑑賞しやすくしているもので、毎年開催されています。52回目となる今回は、オーケストラ、室内楽、オペラ、現代演劇、バレエ、現代舞踊、邦楽、日本舞踊、能楽、民族芸能、寄席芸能の11分野にわたるさまざまな演目の公演が実施されます。また公演に関連したワークショップやトークイベントなども行われ、学生や障害のある人には割引もあります。公演の日時や会場など詳しくは公式サイトや都庁などで配布しているリーフレットでご確認ください。東京都人材支援事業団は来月開かれる都民コンサートに1500人を招待します。東京都人材支援事業団は、都に対する親しみや関心を深めてもらおうと、都民をさまざまな行事に無料で招待しています。今回の都民コンサート、歌歌歌の心イルデーブとともには、来年1月16日木曜日の午後7時から東京オペラシティコンサートホールで開催されます。総重量およそ500キログラムの重量級クラシックボーカルグループ、イルデーブが NHK 東京児童合唱団とともに歌います。対象は都内在住在勤在学の人で、定員は1500人です。インターネットまたは往復はがきで今月16日月曜日必着でお申し込みください。インターネットは午後5時で締め切ります。当日はコンサートに先立ち、都内在住在学の中学生が対象の第28回明日の東京作文コンクールの表彰式と最優秀作品の朗読が披露されます。また会場には都の取り組みを紹介する都政 PR コーナーが設けられます。東京都では現在、台風19号の被災者を支援するため義援金を受け付けています。義援金は口座振込でみずほ銀行の東京都庁出張所までお願いします。東京都分と東京以外の被災県分の2つがあり、口座番号などは異なります。詳しくは東京都公式ホームページをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。